的にはあの日本製の黒いやつになってくるんじゃないですかね。はい、そう思ってます。ではドラグローブにしろ金的カップにしろ、はい、ちょっとまだ改良の余地が、改良の余地はいくらでもあると思います。はい、なるほどですね。じゃあ次の質問いきます。ちょっとこれはまたちょっと批判的な、はいはい、批判的でいいですよ。金的ってそんなに効果ないと思います。私は蝶への前蹴りが得意なのですが、なるべく地面と平行に蹴るようにしています。こうすると間違ってすぐ下の剣的に入ってもそんなに効きません。下から蹴らないと金的では倒せません。五神空手では金的好きで多くの技ありが見られましたが、あれでは倒せないと思います。顔面攻撃でダメージを取るなら金的でダメージ取らないとちゃんとした技にならないと思います、とのことなんですけど、だから繰り返しますけれど、来年からは金的カップ30やめて20にします。ある程度リアクションが出るように、ダメージを受けたリアクションが出るようにね。もう金的壊しでもならないんで、それ以上安全には、それ以上危険にはできませんけれど、安全を考慮した上で薄くします。はい、それともう一つ、金的は下から打たないとダメっていうけど、よくキックボクシングの試合見られますか。キック よく見てください。側面から回し蹴りで蹴っても効いてるときは効いてるんですよ。よくね、回し蹴りで中段蹴ったのが金的入っちゃってて、あれ太ももの両側に当たってても真ん中も効くんですよ、やっぱり。だからもちろん一番いいのは下の金的を蹴り上げる、後眼を蹴り上げるのが一番いいんだけど、変な話だけど金的には筋肉、腹筋みたいのついてないんですよ。上からパーンって叩かれただけでも、弾揺れるだけでも効くと思いますよ。ちょっとさ、次でも痛いですか。そうですよ。だけども痛いですか。だから、もちろんあなたがおっしゃるように、下から蹴り上げるのが一番効果的だということは、ほら、もう誰が見てもわかりますが、横から回し蹴りで蹴っても、前蹴りで蹴っても効くときは効きます。膝蹴りもそうですよね。下から蹴り上げてるように見て、膝蹴りは正面から入っても効きますから。つまり、おちんちんにしても、筋的、睾丸にしても、筋肉で守られてるわけじゃないんで、角度によって効く効かないっていうのは多少あっても、はっきり言うと全部効くと思います。だから、ある意味ね、下から蹴らなきゃダメだっていう考えは僕は間違ってると思います。正直言って。つまり、その時の当て方ね、角度。それね、やっぱり当てられたもんでないとわからないと思いますよ。正直な話。はい。だから回し蹴り、怪我してるとか痛がってる部分の、キックボクシングだとかよく勉強するべきだと思いますね。はい。金的好きについてはどうでしょう。いや、金的好きも当たれば効くと思いますよ。内田さんと対戦された。そうです、そうです。久我選手ね。はい、中段好きバンバン叩いてたもんね。あれ、やっぱりなかったら効いちゃうと思いますよ、いくらなんでも。そうですね。じゃあ次の質問に行きます。はい。それ以上に気になるのが目つきです。はい。以前先生も言われた通り、目つきは空手の攻防を全く変える可能性があります。それだけでなく、顔が近くにあれば目に指を入れられるので、組み技や寝技でも効果絶大です。五神空手の試合では目つきを全く無視しているのか気になって仕方ありません。だって金的があればと言ってできて五神空手なのに、今度は目つきがあればと言ってまた別の空手が出てくるだろうと思うからです。まあその次は武器があれば複数ならとなるんでしょうけど、目つきはどう考えていらっしゃるんでしょうかと。それはもう目つきも入れられたら入れたいけど、これは現実的には無理ですね。ただね、検診官の葉山館長っていう人が昔やってたんですよ。何をやったかって言ったら、水泳のゴーグル使って、それで目つきやってたんです。ただ外れるんですよ、あれ。ああ、そうです、ね。だから危ないんですよ、あれ。動いてて、ゴーグル。そうです。ゴーグルはずれるとどうにもならない。だから、汗も高くでしょ、ね。そう。だからね、もちろん将来的にはそういう防具もできるかもしれません。ただ、今私は、完璧なルールを求めてるけど、そこまでいけない。その前にまず、頭突きと肘打ち何とかして、その次に目つきも何とかしたいけど、まあ、それちょっと私の時代ではちょっとまだ届かないと思うんでね、将来の方が考えてくれればいいかなと思います。ただ、目つきをやるとなるとね、やっぱり突き指からなんかでね、やる方も怪我すると思いますよ。そうですよね。これ見てください。私昔目つきの練習サンドバッグでやって、これ一回ペキって曲がったらサンドバッグでは目つき、これ見てください、これ指まっすぐならない、ほらこれ見たらわかるんですが、このもう薬指だけ曲がったままですよ。伸びないんですか。伸びないです。こうなった突き指のしすぎです。抜き手の稽古しててペキって言ったんですよ。サンドバッグにバチンバチンって練習してたら、サンドバッグにやるもんなんですか。そうそうそう、いや練習はやるんですよ。
目付きとか目打ちの練習。あ、砂袋とかにやるんじゃないですか。ある時ペキって言っちゃったんですよ。はい、でペキって言ったら、ここら、本当にこれまっすぐならなくなっちゃった。折れたんじゃないですか。折れたんですよ。折れたんですよ、ね。折れて固まっちゃったんですよ。そうですよね。折れてくっついちゃったんですよね。もう曲がったまま。だからいろんなね、弊害があるんです。いろんなことやれば。私もね、やっぱり空手の本質はね、急所攻撃だから、目付きと金的やったら、ほら空手らしいけど、まあ、それはちょっとね、目は危険すぎるからね、失明の恐れがあるからね。そうですよね。失明となったらもうほんと一生もんですからね。だからこれはね、よっぽどいい防具できない限りね、難しいと思います。はい。ゴーグルしたところで、入る可能性ありますからね。そうですね。危ないですよね。だからね、それは顔面ガードということで、今ドラグローブを避けてくださいってことですよ。はい。じゃあまあ将来的に、じゃあ、頭突きにしろ、肘打ちにしろ、目突きにしろ、まあ、もしかしたら入るかもしれない。だからこういうことですよ。私でできなかったら、あなた入れてください。あなたがやってください。私も空手50年やってて、空手の本質はね、これ僕はいつも言ってんの。どんなに空手、あるいはね、素手の格闘技で必殺技があるとしても、目付き金的蹴り以上の必殺技ってありますか？梶原一騎先生の漫画にはね、肛門もすごい激急所なんで、肛門蹴りっていうのもあるって聞いたけど、まあ、肛門蹴りもいいとしても、目付きと金的蹴り以上のね、攻撃っていうのはないと思いますよ、正直言って。あとあるとすれば喉。ああ。喉ですね、ここ。はい。喉は。喉は。喉は確かに。これは倉本先生なんかもね、喉はよく使うっておっしゃってましたから、誤診としては喉はっていうのはいいのかな。それ言い出したら、ドラグローブでこれができるようにしないといけないですよ、ね。そうですね、はい。開くようにしないといけないですからね、まず。確かに喉はやられたら、呼吸できませんからね。制圧されますよね。制圧されますよね。はい。そういうことです。なるほど。じゃあ次の質問いきます。浜井会長が考案された誤診空手道は、日常生活において危険な状況に遭遇した際、非力でも身の安全を守れる空手です。また練習や試合での安全性が確保されているので、老若男女問わず参加できることが大きな利点であると思います。故に競技人口の増加や近敵攻撃を含めた技術が飛躍的に発展する可能性は高いです。はい、誰が何を言おうが、誤診空手道は確固たる障害武道です。なので、この空手をやり続けてください。ありがとうございます。励ましのコメント。いや、本当に私ね、正直言って疲れてるのよ。これ別にその極真会全体でやってるわけじゃないですから。やっぱりね、極真会館もやっぱりね、今のやり方がね、非常に心地よいというか、非常に居心地がいいんでね、あんまり羽目さん、なんか変なこと考えてるな、みたいな取られ方されてるんですけど、そうじゃないんですよ。僕は、フルコンタクト空手を完璧にするために一つのね、ルールをぶつけてるわけです。だから、今言われたようにね、15歳から55、60まで出れるんですよ。今ね、この前北信越大会行ったらね、少年部でもね、もう5キロずつ分けてる、今 JKJO がそうらしいんですけど、JKJO っていう空手の団体ね、5キロずつ分けて少年部作ってるんだけど、この五神空手だったら55、60までね、五神空手で挑戦しようと思ったらできるんですよ。どんな強いやつでも金玉一発当てりゃ技あり取れるんだから。この間の菊崎そうそうそう。55歳。56歳です。56歳。で、18歳の選手も出てたわけですよ。そうなんですよ。18歳の選手。前なんかニエ君なんてキックボクシングで15歳から、で、第2回テストトーナメントではね、60歳の方出て、金的入れて技あり取りましたよ。現役の若い体の からも。だから、つまり可能性を秘めてるんですね。極端に言うと、小学生だってボブサップの金的蹴りは倒せるって。そういう話なんです。そこを活かしてるのが五神空手とかなんです。だからね、こういうね、本当に理解してくれる方ね。もちろん五神空手とだってね、完璧でもないし、いろんな欠点あるんですよ。審判が難しいとか。だけど、今までの空手ルールに比較したら、思いっきり殴って思いっきり金的蹴れる試合ってありましたか？はっきり言うと、それ、まがいもんでしょ？まがいもんとしてね、極物として取られたんだけど、これ、競技になるんですよ。これで4回ね、1回、2回のテストトーナメントと、1回、2回の全日本、5、6、7、8になったら、素晴らしい空手に、が出来上がってくると思います。なぜか。
このルールに合わせた稽古する人は筋的と顔面のコンビネーションフェイントが上手になりますから、あらゆる意味で最強に近い空手に近づいてくるんです。はい、だからあとはね、バランスの取れたフィジカル、パワー、スピード、スタミナ、心肺機能、この4つはある程度整えないと、いくら体力がいらない空手と言ったって、それは殴り合いしてる間にやっぱり息切れちゃうんですよ。息切れたら誤信もクソもないですから。はい、では次の質問いきます。防具薄くしてダメージ与えるようにすると子供作れなくなったら困るので、防具は今のままで筋的だけはフェンシングみたいに電極スタイルはどうですか。ライトが光ったり爆発音をさせたりすると試合も面白く 見れるのでは。コードなくても Wi-Fi で飛ばせますよね。組み技なければスマホとかつけても問題ないし、これはぜひとも先生にお伝えください。ありがとうございます。できたら皆さんで作ってくれませんか。こういうことなんですよ。当たったらバーンとか電気がつくってことですよ。それね、テコンドーで結論出てるんですよ。あ、触っただけでついちゃう。そうするとダメージ関係なくついちゃうんで、今度は触るようになっちゃった。触るだけで電気ついちゃったら、これでついちゃうんですよ。もうそこだけに特化しちゃうんですよ。逆に今度はね、ダメージもない、パワーもないのに、やたら電気だけついちゃったってなるとね、これはこれでまた問題があるんですよ。確かに。難しいのはね、やっぱり、音が出るっていうのはやっぱりね、音が出るってどんな音が出るの？カスタネットみたいなパキンパキンって音がするのか、それは僕も考えたことあります。内側にカスタネットつけて、蹴ったらパカンパカンって音がすると。ドラグローブだとね、柔らかすぎて音しないんですよ、あれ。ポフッ。だから、それはね、僕は改良の余地あると思います。カスタネットのようなね、金的の前側と後ろ側にパコーンパコーンって音がすると。そうすると、その音によってダメージの大きさがわかりますから、それは考えます。はい。これからじゃあそういう、ちょっと新しいのができてくるかもしれない。そうですね。電気のやつはダメだと思います。逆に反応が早すぎて、正確に光っちゃったって、光ったって言ったってダメージの強さによって光が変えられるなら、例えば軽いやつだったら緑の電気がついたと、中くらいだったらイエローの電気がついたと、強力なやつだったら赤の電気がつくって、このくらいになるとね、そのダメージによって、赤だったらもう一本だとかね、黄色だったら技ありだとかってできると思いますけどね。はい、そういうことです。科学の技術力がどこまで進むかにもよりますね。私一人で考えるの大変なので、皆さん協力して考えてください、本当に。誰か技術者が、協力者が必要ですね。では次の質問に行きます。空手の試合は伝統であれ、直接打撃であれ、緊迫感が必要であり、胸や腹を鍛えて殴らせる安全性があったら、年がいけば限界が見えてくるし、戦いに慣れ合いが見えてくると。空手が永遠の武道として生き残るためには、危険性を事前に想定した上で安全を考慮した試合でないと、本来で空手の動きは本質は滅んでしまいますねと。そうですね、その通りです。僕はそれを危機感持ったんですよ。せっかくね、これほど広まった極真空手がね、空手としてあともう一歩進めば完成するのに、この一歩が進めないんですよ、あのルールだけだとね。だからあと一歩進めるために顔面を入れる。だからこれね、皆さんね、一般の人はね、無意識で分かってるんですよ。だから今極真のフルコンタクトにはね、若い人が入ってきてない。この誤信空手、極真誤信空手によって顔面もあるんだと、これが認知されてくれば安全に顔面ができるんだっていうんで、このドラグローブが生きてくるんです。いくら実践的でもね、オープンフィンガーグローブでアマチュアに殴り合いしろってね、僕だってね、はっきり言うとね、練習でオープンフィンガーグローブ作るのはやめた方がいいと思ってる。危ないですね。危ないですよ、あれ。でね、目つきだとかね、のど輪だって、そこまでいかなくてもドラグローブで十分顔面の打ち合いできると思いますんで、ぜひ皆さん、ドラグローブの普及にご協力ください。で、皆さんがね、誤信で顔面も叩ける、金玉も蹴るってなったら、このドラグローブと、この金的防具のセットはね、必需品になると思いますよ。はい。先生のところで買えるんですよ。買えますよ。はい。この視聴者の方でなんか特典とかってないですか？いや、今特に特典作れないですよ。正直言って私もずっと赤字続きでやってると自慢にならない自慢になっちゃうんで、頑張って黒字になるように頑張ります。はい。
まあでもドラグローブがあのいろいろダメージがないとか、まあ気軽にやれるとかいうすごい利点があるんで、まあ面白いですよね。絶対面白いですこれ。先生がその開発に至るまでに試行錯誤されたと思うんですけども、一番苦労した点ってところですか？あのね、やっぱり試合がないとね、誰も振り向いてくれないんですよ。で、自分自身の稽古では中国で13年ね、あのドラグローブのあの一番最初の柔らかすぎるやつね、はい、あれ少年部で使ってたんですよ。で、一般部で使うとね、ちょっとやっぱりあのまともに当たるとナックルが出てきちゃうという危険性もあったんで、あの私自身が改良し始めるって、改良が終わったのが大体10年くらいかかりましたよ。もちろんそれはなぜかったら、特に試合があるわけじゃないし、切羽詰まってないから、のんびり開発してたと。だから、時間かかったんだけど、こうやって試合やるよってから急速に3回か4回。だから、試しに使ってた期間がもう13年から15年あるんですよ。その後自分で改良を加え始めてからやっぱ4年くらいでね。硬さもね、最初の広重さんが作った柔らかいやつ。その時自分が硬くしたら今度硬くしすぎちゃったやつ。硬いんで元に戻したっちゅうんで、柔らかさも1、2、3で、今3代目なんです。だから、その3代目っていうのは柔らかさだけであって、大きさも22センチから17センチまで作ってるから、これ作るのはね、大きさはね、2代目どころか4代目、5代目までやって作りました。だから、大きさで5代、柔らかさで3代で、これ、積み重なってきてるんでね。まあ、どんどんいいものができると思います。はい。あ、台を重ねるごとに、こう、いいものができてくる。そうです。小さくて、見かけはあんまりこんなバカでかくなくて、それでいて安全で、しかも脳震盪は起こすけど、怪我はしないと。はい。なるほど。では、次の質問いきます。ちょっとこれは、別の質問、護身空手じゃない質問なんですけども、はい。はい。大山総裁の動画で生徒たちに話しているのを見ました。諸君たち、空手をやるにおいて健康的じゃないといけない。そして長生きしなくちゃいけない。だから30の人間は30に合った傾向じゃなければならない。30代の人間が20代の生徒と同じぐらい傾向をしたら、怪我をしてしまう。体を壊すような傾向はいけないんです。浜井先生は大山総裁がこう話されていたことを聞いたことはありますか？ありますよ。